2022年12月末、 P さんたちは千葉の海へドライブしてきました。家を出るのがちょっと遅くなってしまったから、夕日が見られるよう内房の方へ行って夕日を眺めての撮影。まあ彼らには夕日なんて何の意味もないんでしょうがね。今年14歳となった P さん、もうすっかりおじいちゃんで、お出かけするとテンションが上がるけど、この日は段差の旅につまずいていました。そんなこと今までなかったのに。それでも楽しそうにしているから、まだまだ大丈夫そうです。チーズさんも今年は大きな病気もなく冬が越せそうです。去年一昨年は中耳炎をこじらせたり角膜潰瘍になったりと心配だらけの冬でしたが、ももちゃんは若いので特に何事もなく無事過ごしています。そんなこんなで今年も終わるので、年の最後に1年を振り返りたいと思います。ということで、日記動画おはももスタート。1月、1年の始まり、 P さん一家は氏神様へ初詣、ももちゃんは獅子舞スタイルでのお参りです。他の参拝者にキャーキャー言われました。キャーキャー、来年もこの姿でお参りします。またキャーキャー言われるといいな。キャーキャーね。ちなみに行ってきたのは札天神、小さな神様宿儺彦那の神と呪術廻戦の乙骨くんのご先祖菅原道真公が祀られています。そして1月6日、東京は雪が降り積雪がありました。ももちゃん生まれて初めての雪。なんだか楽しいね。よかったね。え、楽しくない？冷たいだけ。片谷チーズさん、去年の末中耳炎をこじらせた後の経過を見せに雪の中病院へ。経過は良好、再発に気をつけながらさらなる回復へと頑張ります。頑張れ。病院へ行ったついでにチーズさんだけちょっと雪の積もった公園に遊びに行ってみることに。いつもより意気揚々と歩くチーズさんの姿に、あれ、ひょっとして犬たちって雪が好きではしゃいでるわけじゃなく、冷たくて足をすぐ浮かそうとしてるだけでは、なんて思ったり。まあでもいろんな刺激を与えることが P さん一家のモットーなので、冷たいところも歩いてもらいます。そしてその数日後、御嶽山へお参り。旅のお供はお友達のかいちゃんぽいちゃん。かいちゃんぽいちゃんのつけてるハーネスがとても良さげと感心しつつ、さあ、いざケーブルカーへ。ワンコたちと一緒にケーブルカーに乗って登山します。楽ちん。しかしその後、足腰に不安のあるチーズさん、ももちゃんは飼い主が抱っこすることに。大変。そして最年長の P さんには頑張ってもらいます。元気。ちなみにこちらの武蔵御嶽神社、大口のまかみという犬の神様が祀られています。下山後はみんなで親鳥の肉を頬張り、お出かけ終了。ちなみにこちらちゃんと犬用の肉もあります。2月、この月はももちゃん2度目の MRI、 脊椎の異常が進行していないかの確認です。無事全身麻酔から帰還し MRI 終了、結果もよく進行はありませんでした。3月、2年立て続けに病気になったチーズさん、彼女の健康を抜本的に改善するために筋活を開始。今回取り入れたのはキンズウィズ、結構手厚く対応してくれるサービスでちょっとお高め。ちなみにこの頃からずっと続けてみた結果を近々ご報告動画を作るのでお待ちください。さて、どんな結果になってるでしょうか。この月の終わり、チーズさんと一緒に生まれた兄弟ドンタクくんに会いに武蔵小山のフルーツショップベルガモットさんへ行きました。こちらドンタクくん、並べてみると確かにそっくり。こちらドンタクくんの娘さんでチーズの姪っ子であるスワちゃんで、ベルガモットさんフルーツショップなので、せっかくなのでフルーツもしっかりいただきました。美味しかった。同じ日、同じ町にある犬と入れるラーメン屋さん、ハゼリュウさんにもお邪魔しに。いや、うまそう。つか、うまかった。また行きたいな。ちなみにこちら看板犬フレブルのシンくん、 P さんと同い年。4月、川口湖へ富士山と桜のツーショットを眺めにドライブ。満開とは言わず八分咲きくらい。でも富士山も綺麗に姿を見せ、素晴らしい景色でした。また川口湖から足を伸ばし、ムースヒルズバーガーでハンバーガーを。5月、毎年この時期に行われる日本最大級ペットの祭典インターペットへ。毎回全て見切れないし、毎回とても疲れます。そしてこの月は海鮮丼を食べに沼津に立ち寄りつつ、
お土産を買い、伊豆へと向かい、キャンプ仲間が連泊しているキャンプ地へ遊びに。いや、この時は疲れたな。そして6月、今気づいたけど代々木公園まで行ってました。この時すっかり編集忘れてたそしてこの時にね、ハンバーガー食べてたんですよ。今この隔離されてる可愛い子ちゃんはレイタ君。この日はカイポイちゃんとお友達のケリーちゃん、ジェーンちゃんの家に遊びに行きました。ただのホームパーティーのはずが、ケリーママさんがなんとチーズさんにケーキを作ってくれました。すごい思い出になったね。そしてチーズさんの誕生日、近くにセントバーナードさんという犬と入れるスイス料理のお店を発見。誕生日のお祝いに行くことに。ケーキに続いての贅沢料理、美味しそう。そして7月、 P さん一家久々のキャンプへ。場所は駒ヶ根家族旅行村。なんと2000平米のドッグランサイトがある驚異のキャンプ場。大勢で生きるということで、いつものカイポイちゃん、キャンプ友達のボステリのプーリアちゃん、そして初めましてのラブル君とパグのおはぎちゃん、総勢人間10人と犬8匹の大所帯でキャンプをしてきました。8月、とうとう P さんが14歳に。14歳ですよ、14歳。こんな元気な14歳のフレブルなかなかいないですよ。もっと皆さん P さんに注目してください、なんつってね。このまま無事来年15歳になりますように。9月、毎年恒例の P さんの誕生日のお祝いにドッグリゾートのワンさんへ遊びに。とはいえ、もう P さんも年が年だから、ボールを目で追いかけることもできず、ちょっと遊びがうまくいかないです。頑張れ頑張れ。年を取っていく我が子の姿は寂しくもあるけど、ここまで生きてくれたことを誇りに変えていかないとね。そしてこの月は、普段元気いっぱいのももちゃんが腰を痛めて動けなくなりました。フレブルを3匹も飼ってると、次から次と何かが起きます。大変だこれ。安静のため、ももちゃんだけ隔離生活、ご自宅 ICU で毎日毎日過ごしてもらいます。散歩も行くこともなく、 P さんたちと遊ぶこともなく。だけどその甲斐があって、元通り元気いっぱいのももちゃんへ戻ることができました。よかったよかった。そしてヘルニアも回復し安心したところで、 P さん一家今年2度目のキャンプ、長野県天飾山キャンプ場。人里離れた素晴らしいキャンプ場でした。ひとたび麓に降りさえすれば、スノーピークのテンポを楽しむこともできるし、白馬のジャンプ競技場など観光を楽しむこともできる。そして野趣あふれる温泉も。来年も再来年もみんなで来れたらいいなと思うんですけど、どうでしょうね。10月、これも編集していませんでしたが、いつも行ってる川へ遊びに。11月はももちゃんの誕生日、とうとう3歳になりました。昔脳に障害があるかもしれないと言われた時は、最悪3歳を迎えることなんてできないかもしれないと思いました。結局そんな深刻な障害もなく、元気にこの年齢を迎えることに。ちなみにこのチーズケーキ、人間も美味しく食べることができます。有名なところでパブロさんが作った犬用のチーズケーキでした。こうして1年が過ぎました。
ももちゃんがヘルニアになったこともあったけど、特に大きな問題もなく無事1年を過ごすことができた龍之介さん一家。来年も何事もなく3匹が平穏に過ごせますように。それと皆さんや皆さんの周りの犬たちも平穏が訪れますように。では良いお年を。チャンネル登録お願いします。来年もよろしくお願いします。